Brought to you by ヤマサかまぼこ。第二神明道路が事故や車両火災のため渋滞しています。第二神明道路は姫路方面に向かう西行きの明谷付近で事故や車両火災のため走行車線が規制されていて1キロの渋滞です。反対の第二神明道路の東行きは田松で4キロ半、明谷で3キロの渋滞です。阪神高速の状況です。3号神戸線は環状線方面に向かう東行きが真谷を先頭に第二神明道路の須磨まで13キロ、魚崎で1キロの渋滞。反対の西行きは深江で8キロ、生田川で1キロ渋滞しています。36バイパスの東行きは生田川出口と三宮出口でそれぞれ1キロの渋滞です。加古川バイパスは岡山方面に向かう西行きが加古川西付近を先頭に明石西付近まで9キロ、姫路バイパスの西行きは市川を先頭に別所付近まで6キロの渋滞です。姫路バイパスと加古川バイパスの東行きは中寺付近を先頭に大志辰野バイパスに伸びて7キロ、加古川付近を先頭に高砂北を越えて7キロの渋滞です。次は8時44分頃です。以上ジャティックの西村でした。さっちゃんでおなじみの山坂かまぼこ、かまぼこ工房夢戦艦、作りたて揚げたての美味しさが味わえると大評判。姫路諸社山を北へおよそ5分、清流夢崎川沿い、山坂かまぼこ、かまぼこ工房夢戦艦、美味しさの宝庫、ぜひあなたもご賞味ください。